はい、酒好き稲本新潟人の飲酒動画です。今回も引き続き前回の焼酎ハイボールと別の味、レモン味じゃなくて今度はサイダー味の濃いめ 9% 濃いめ、アルコール度数 9% 無果汁、甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質 80% オフ、原材料が焼酎と糖類と酸味料と香料とカラメル色素となってます。これもうめえだろ、絶対 100% うめえだろ。これまあこれに関してはもうあれだろうな、これあれか、多分香料を増やしたんかな、アルコール度数増やして、あの前回のレモンの味はアルコール度数とあとレモン果汁増やしていたじゃないですか。っていうことを考えると、これはこれ無果汁だから多分香料を増やしてあれしたんかもしれない。乾杯。何かちょっと飲みづらさを感じるね。なんだろう、このなんかレモンの時はこうレモンの香りとレモンの酸味でこうグイグイいけるんですよ。飲めちゃう、アルコール度数高くても。でもこれはサイダーだからなんかこうブレーキをかけるよね、何か。なんだろう。はい、つまみは、明太味、うまい。なんだろうな、違和感があるな。やっぱり俺やっぱサイダー味って割はあんまり好きじゃないのかもしれないね。まあ、ラムネ味もそうなんだけどね。あれ、いやラムネはまあマシだったけど、ラムネ割の方が甘くて美味しかった気がする。焼酎ハイボールのラムネ割り、多分なんかね、こっちはねサイダー割りはね、あのすげえ甘くねえんだよ、ドライな。んでね、ラムネ割りはね、あのちょっと甘いんです。確かそうだったはず。確か甘かった気がするんだよ。いや、少なくともこのサイダー割りとラムネ割りのどっちかが甘かったはずなんだよ、で片っぽは全然甘くなかった。
でね、こっちはね、甘くないんですよ、全然。サイダー割りもラムネ割りもさ、何が違うのか全然わかんねえ。大体は変わんねえだろ、ラムネもサイダーもさ。何が違うんだって話よ。個人的にはちょっと甘い方が飲みやすいんですよ。で、ごくごく飲めるんだよ。まあ、あくまで俺の理論だけどさ。大衆酒場や立ち飲みで愛されてきた宝焼酎ハイボールラムネ割り。やっぱりこれだな。宝焼酎ハイボールラムネ割り。このさ、このものすごいやらせ感さ、嫌いなんだけど。何この4つ目のさ、あるんだけど、宝焼酎ハイボールのさ、まあ、今登録しましたけど、あの CM、 90秒 CM。わけがわかんねえよ、これ。これからの人生ラムネ割りだからねとか言ってるからね。意味がわかんない。とにかくわかんない。ギャラセ感パない。ラムネ割りはあれなんですか、人気なんか。今までもこれからも大人が愛するこの辛口、大衆酒場で愛されるあのうまさ、たどり着いたらこの辛口、宝焼酎ハイボールラムネ割り。宝しずラムネとサイダー割りどっちが違うの、これ。何が違う、誰か。あ、おい、よく見たら俺がその飲み比べてみたっていう動画上げてんじゃねえか、俺自身が。大下げ的なもとに私俺自身が飲み比べて。ラムネ割りと、強烈サイダー割り、こちら2種類あるんですが、似たような、まあ、サイダーとラムネやから、なんか違うのかと、ね、いうことなんで、味を比べたいと思います。うん、ね、強烈サイダー割りが、夏限定とか言ってますね。なるほど。あ、強烈サイダー割りはあれなのか。普通のサイダー割りってなかったっけ。こっちは多分ラムネ割りを普通に、いつでも売ってる商品になってる。なんで、まあ、多分何らかの違いがある。そこをちょっとはっきりさせて。それじゃあ、まずラムネ割り。
強烈サイダー割りの方がちょっと強い。のと、ラムネ割りの方が甘い。あ、やっぱりラムネ割りの方が甘いらしいです。あの、僕の動画によると、僕の動画のね、ですね、焼酎ハイボールのラムネとサイダーを飲み比べてみたっていう動画が、あの、上がってるんで、今からだいたい1年前ですね。1年前に上げた動画があるんで、見てみてください。これさ、サイダー割りじゃなくてラムネ割りにした方が良かった。俺は。なんでサイダー割りにしたん？ラムネ割りで 9% 欲しかったわ、濃いめ。マジで。うん。今気づいたら俺宝酒造公式チャンネルあるんだけど、普通に登録してたわ。そしてですね、なぜか俺これ飲んだことない。宝焼酎ハイボールの強烈リンゴサイダー割りなんての出たらしいぞ。おい、え、俺知らねえんだけど。これは公開されたのが10月の16日、もう売ってるはずなんだけどな。俺見たことないぞ。 CMね、公式チャンネル、宝酒造公式チャンネルっていうのがあるんですよ。それのいわゆる90秒 CM ですかね、これはね。PR 作品。あ、冬限定らしいです。今年は超炭酸でグッといきたいですね。そうくると思って、冬の味覚、強烈リンゴサイダー割り。うわ、これ飲みてえ。これって甘いの？いや、辛い。俺たち辛口じゃないと。そう、辛口。それがさ、大将、またそれ。今の季節にぴったりなの？どういう理屈で？ねえ、え、ちょっと待って。今の季節になんでリンゴが、あれなの？ぴったりなの？全然わかんねえ。全然わかんねえ。辛口のリンゴ出た。あー、これ飲みてえ。ていうかさ、あのさ、このさ、 CM さ、 CM かどうかわかんないけど、 PR さ、動画見るとさ、あのさ、みんなしてさ、こうやって缶をさ、大将とか言ってさ、大将がこう缶で出してくんのよ。おかしい、絶対おかしい。こんなあの酒は見たことない。ビールの缶で「はい！」みたいな出す。これをさ「はい！」って出してさ、みんなしてこの缶ごと飲んでるよ、こうやって。普通さ、グラスで出すべ。うん、冬限定で新発売だって。今度探して買ってこよう。宝酒造マニアのユッキーとしては
外せんな。うえ。外せんな。まあ個人的にあれなんですけど、やっぱサイダー割りよりもラムネ割りの方が好きなんですよ俺。まあぶっちゃけた話、サイダーとラムネって何が違うかっていうと、何が違うんでしょうか。僕も分かりません。わからないことはグーグル先生に聞いてみよう。サイダーラムネ違いサイダーとラムネの違いは何ですか。サントリーに違い、ビー玉入りの瓶の形をしているのがラムネ、それ以外はサイダーという違いです。中身の違いはありませんだって本当かよそれ。サイダーはリンゴ酒のシードル。ああなるほどね。リンゴ酒のシードル、リンゴ酒でシードルって炭酸のね、シードルっていうのがあるじゃないですか。それを読み替えるとサイダーみたいな感じに、ね、英語でね書くとね、サイダーみたいな感じになるんですよ。語源と言われ、明治時代はリンゴ風味、容器は王冠泉の瓶でした。あラムネはレモネードがなまったものと言われており、あレモン風味で、容器はビー玉泉のガラス瓶でした。へえ。で、長い年月を経るうちに2つの境界は曖昧になり、現在は容器によって区別されています。はあ、なるほどな。なるほどなるほど。まあ現在ではほぼ全くもって味に変化はないっていうことなんです。だからこれはあれなんですね。強烈リンゴサイダー割りは、強烈リンゴラムネ割りではないんだね。なぜ強烈リンゴのサイダー割りなのかっていうのが分かりましたね、今ね。もともとサイダーっていうのが、シードルの、リンゴ酒のシードルの語源から来ているということで、それに合わせたんでしょう。なるほどね。マジで宝酒造の株買いてんだけどな俺。金がねえから買えねえんだよな。一株10万ぐらいだっけ、わかんねえんだけど。腐るほどあるけどさ、ハイボールの簡単で美味しい作り方とおすすめのウイスキーとか、むちゃくちゃなバカみたいなさ、誰でもさ分かるようなさことをさ、なんかさ偉そうに説明してる人、人間さ多いけどさ、さう
結局さ、大体同じなんだよ。簡単にとかさ、美味しいとかさ、勝手に歌ってるけど、結局のところ、あのバーで、あの作れば大体美味しく感じるんだよ。あの見た目で。もうあの雰囲気でうまく感じるの。うん。だから俺みたいにここら辺で、こういう汚らしい、あのそこら辺にさ、酒瓶がさ、転がってるようなさ、ところで、ね、あの美味しい作り方やってんのも、ぶっちゃけ全然美味しくねえのよ。わかるか？でさ、あのさ、本当にさ、腐るほどさ、ジントニックもさ、美味しい作り方とかさ、ふざけんなってぐらい俺見たけどさ、ほぼ変わんねえよ。マジで。作り方。いや、俺が言おうか。こいつ、あの、こいつという言い方もあれだけどさ、今見てる動画ね、あるんだけど、ね、この動画の、美味しい作り方当てようか。まず、グラスを冷やす。そしてウイスキーも冷やす。ね。で、で、炭酸水も冷やす。これが大体基本なんです。三例って言うて基本なんですよ、これを。で、あとは、ウイスキーを注いで、あ、注いだ、間違えた。まず、攪拌するんですよね。氷をバババンって入れて、で、こうやってバーって攪拌するんですよ。拡散して、バーって拡散して、で、このグラスを冷やすんですよね。さらにね。で、溶けた水を、グラスでこうかき混ぜると、やっぱ溶けるんで、氷がね。それを氷をビャーって出す。で、ウイスキーを、冷えたウイスキーをこう入れます。で、あとハイボールをちょろ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 こうやって、って入れる。当たりだな。完全に当たり。で、一回こう、くるんってかき混ぜて終わり。これが俺流のね、スーパーうまいと言われてるあの、ハイボールの作り方ですね。この人がね、おすすめしてるのはブラックラベルですね。あの、ジョニー・ウォーカーのブラックラベル。個人的に一番おすすめするのはブラックじゃなくて、レッドラベルさん。悪い！レッドラベルなんだ。うん。あのね、レッドラベルほどね、1000円で買えてね、あの味でね、ハイボールにするとものすごく美味しくなるウイスキーはないよ。うん。俺が断言する。ブラックラベルってね、ぶっちゃけね、レッドラベルにちょっと毛が生えたようなレベルなんですよ。マジで。それで2000円するからね。ああ、倍するんですよ、値段が。じゃあお前、倍値段したから、倍味うまくなってるかって言うとね、全然違うんですよ。ほんとに。レッドラベルはほんとにうめえぞ。あれ、コスパ最強だと思うね。ハイボールにする。ジョニー・ウォーカーのレッドラベルってやつ。1000円、今ちょっと高くなったか。1200円ぐらいで買えると思うんだけど。もうほぼどこでも売ってますね。スーパーでも売ってるし、まあ、かなりのメジャータイトルですね。この人はまあブラックラベル勧めてますけど、まあブラックラベルでも大して買わないですね。まあ、いいでしょう。まあブラックラベルでもまあ9大店ですね。まあ俺から言わせると9大店ですね。これはたまにね、ダブルブラックとかね、おすすめてくるやついるんですけどね。ダブルブラックはね、ハイボールにするね、ウイスキーじゃないです。
うん、変わったウイスキーを紹介したので、うん、よく行かれるバーとかで置いてなかったり、酒屋さんとかでバーとかスーパーで置いてなかったりしょうがないです。ジャパニーズウイスキーだけです。なにジャパニーズウイスキーは大物にしてもらえないと思いますので、ちょっとコストがかかるっていう問題なんですけども、アメリカンウイスキー、ジャックダニエル。あ、ジャックダニエル最強。ジャックダニエルだって。ジャックダニエルいいね。まずウイスキーを注いで、その上から氷を入れることが多いです。何メーカーでお客様が来られた時に作り終わりを合わせることがやりやすいからというような理由が多いです。ただ今回はご家庭でもできるような作り方をやりたいと思いますので、まずは氷を入れます。まずは氷を、まず氷を入れる。そしてここからのいや、低評価つけとこう。ガラスが冷えてる方が一口目飲むときちょっと美味しいです。すぐにこんなもん意味なく意味なくなるもんですよね。ビシッてなってきてるんですけれども、これでお水を切ります。ワンスプーンで切ってもいいですし、このシェーカーのストレーナー部分を取ってお水を出してあげてもいいです。はい、そしてウイスキーを入れます。今回は目分量、あのね、これ言うけどね、まあでもまあしょうがないか。でも家庭だったらこんなん必要ないですよ。うん、あのウイスキーを常温にしてる時点でこれはアウトですね。俺だったらまずウイスキーを冷凍庫に入れておきます。うん、多分これが最強だしでしょ。ウイスキーとグラスを冷凍庫に入れておきますね。いいっすか。これを全て省きます。本来この動画だとあのグラスが常温なんですよ。グラスが常温でウイスキーも常温なんですけど、でグラスをこう入れにあの氷を入れて、でこう攪拌するんですよね。でグラスを冷やすって言うけど、その必要はないんですよ。あの冷凍庫に入れとけば、グラスを冷凍庫に入れておく。であのウイスキーも冷凍庫に入れときます。で、あとソーダは炭酸水は普通にあの冷凍庫に入れたら凍るんで、あれにしますね。冷蔵庫に入れておく。これで簡単っす。はい、冷凍庫からグラスを取って氷ポンポンって入れて、で冷凍庫からジャックダニエル取り出してビャーって入れて、であと炭酸をビャーって加えて、で一回こうかき混ぜて終了。超簡単ハイボール。こんなん必要ないですか。氷が溶けて氷の量が減るので、もう一個くらい追加したい。氷がこう溶けて減るぐらい冷やしてたら薄くなるやんとかね、いう人は、はい、溶けても大丈夫なぐらいの量は入れて、炭酸を氷やグラスの面を避けにくいと思ったら、バースプーンで溶けてやってください。溶けてやって注ぐのはありですけども、ここを注ぐのは私はどうかと思います。昔うちのバイトの子がこうね、アメリカンウイスキーのハイボールを使って泡がいっぱい出たので、お客様にこんだけ泡が出るのはまだまだやなって言われてるのを聞いてたんですけども、出ます。アメリカンウイスキー、バーボンとか結構ね、ボールが泡は出ます。そのバイトの子が悪い。そうなんですよ。この人いいこと言った。あのね、アメリカンウイスキーってなぜか泡が立つんですよね。俺も謎です。俺も未だに謎です。あのバーボン、まあ、ジャックダニエルもあの厳密に言えばまあテネシーウイスキーですけど、まあ
講義で言えば、まあ、アメリカンウイスキーですよね。で、アメリカンウイスキーってなぜかね、泡立つんですよ、ハイボールにすると。あれなぜなんでしょうね。誰か解明して。絶対出ますね、これは。あ、これはもう。これ、低評価やめます。もう高評価にしました。あ、この人いい人。これちょっとチャンネル登録しとこう。チャンネル登録しとこう。この人チャンネル登録しとこう。ああ。はい、チャンネル登録しましたね。で、ちょっとコメントも書いておきますね。先ほど言った、家庭で作るならもうウイスキーを冷凍にして、ウイスキーとグラスを冷凍庫に入れておけば、わざわざグラスをかき混ぜないで済みますよ。でもバーだとそっちの方がかっこいいですけどね。ちょっとコメントしとこう。この人あのあのコミ人数っていうか、あのチャンネルの登録者が同じぐらいなんで、俺と同じぐらいなんで、ちょっとあの親近感が持てましたね。で、しかも俺と同じ、まあ、ハゲですね。まあ、ハゲっていうか、この人は完全なハゲだけど、僕はこれです。坊主だからね、ちょっと親近感が持てましたね。あー、こういう人やっぱり面白いですよね。俺もバー、一時期目指してたんですけど、バーはね。バーでね、バーテンダーね。バーテンダー目指してたんだけど、俺も酒すっげー好きだから、あ、ただね、うん、なんて言うんだろうな、バーテンダー目指してたんだけど、多分バカだから、多分配合表とかさ、はい、あれ作ってとか言われて、えってなりそうなんだよね。いわゆるね、えってえ、例えばだ、俺さ、基本的に人前に立つとテンパるんですよ。で、テンパってる状態で、はい、あれ作ってって言われて、はえ、マティーニ作ってとか言われる、へっ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 、あっへっ、あっ、にゃんにゃんにゃんってなるわけよ。わかる？はい、ジントニック作ってって言われるじゃん。ジントニックなんて、うちで作るんだったらわかるけど、こういうバーテンダーの場合でね、どういう感じで作るかだよね。グラス置くでしょ。氷入れるでしょ。まあ、ジンを、まあ、大体、俺の場合は4、まあ、バーテンダー、まあ、バーだったら、まあ、45cc 入れるべ。入れて、で、あ、わかんねえな。で、ライム絞るのか。まあ、ライム絞って、まあ、絞ってもいいけど、まあ、絞らなくてもいいんだよな。もうライム絞るか、まあ俺は絞った方が好きなんで絞ります。
絞るか、あーでもそれはあれなのか、あー結構テンパるんですよね、こんな感じでね考えるとね、まあ、もうちょっと整理しましょう。例えばいきなりあのジントニック作ってって言われるじゃん、あってなるじゃん、まあ、これ落ち着いて考えたとして、とりあえず俺の場合のジントニックの作り方はグラスをここに置きます。まずはジンを冷凍庫から取り出して 45cc 加えます。そんでピャーって加え、あのピャーってあのあれライムをピャーって絞ります。でポイって入れて、であとはあの氷をピッピッピッって3個ぐらい入れて、で、あとはジトニックウォーターをビヤーって注いで、ビヤーって注いで、あとはティースプーンでビヤビヤぐらいで一回転して終了かな。まあ俺の場合だとそんな感じやけどな。そんな感じやね。でこの人の場合で行くと、ちょっともう一回見ます、もう一回じゃなくて別の動画見ます。ジントニック、はい、こんにちは、ウェアブログです。今回はジントニックをご紹介していきたいなと思っております。ジントニックと言いまして定番ですよね、居酒屋さんやカラオケとかでもジントニックってよく頼まれると思うんですよ。でジントニックって何やねんという話なんですけど、イギリスが大英帝国であった時に植民地で作業する帝国人がマラリア予防のために炭酸に木に成分を入れて飲んでたんです。でその炭酸がすごい美味しい飲み物をやったんです。でそれをジンと足して飲んだのがジントニックの始まりで、もともと薬とかやったわけで、ジンがそもそも薬やったんですけれども、そのジントニックが広まって今日に至るということなんです。でレシピも様々ありまして、ジンとトニックとライムジュースじゃないとダメっていうことでもないですし、ご家庭でも簡単にポイントさえ掴めばできると思います。でジントニックなんですけれども、そのジンとトニックのトニックウォーターの部分をジンジャーエールに変えてやるとジンバッグになるんです。でもあの今日ここに来るまで思ってたんですけれども、ジンジャーエールってまず最近コンビニで見ます、見ないですよ。スーパーとかデパートとか行ったらジンジャーエールも売ってたりするんですけれども、コンビニでねジンジャーエール見ないな。今回はジンジャーエールもトニックウォーターもなかった時のために、ミツヤサイダーって言いましょう。で、ウィルキンソンの炭酸、トニックウォーターっていうのはキニーネが入ってる炭酸水やっていう感じだと思うんですけれども、日本に入ってきてるトニックウォーターはキニーネは入ってないことの方が多い、入ってるものも稀にあるんですけれども、ね、で、キニーネが入ってるからトニックウォーターはブラックライトで光るんやっていう話もあるんですけれども、別にそういうわけでもないですね。入ってなくても光るやつもあるんですよ。トニックウォーターなんかまあまあブラックライトで光る、光るやつもあるんですよ。ブラックライトないんですけど一生できないんですよ。ということで今回はこれなんなんやろなって思うそのジントニックの作り方と、でうちでやってるジントニックの作り方と、ジンリッキーの作り方と、ジンミツヤサイダーの作り方の4つをやっていこうと思います。それでは詳しく作っていきたいと思うので手元の動画をご覧ください。はい、それではジントニック作っていきたいと思います。でまずねジントニックの作り方動画とかね、まあいろんなお店さんとかに行って食べることがあるんです。それをちょっとこう真似したいと思います。まずグラスの縁にライムをこうね入れてあるじゃないですか。で絞ってこのまま入れて氷を入れまして、でジンをかかってですね、ジンを入れまして、でバースプーンの背中のところにトニックウォーターとかソースをね立てて、でグラスめっちゃシュワシュワやってるじゃないですか。で混ぜるじゃないですか。これがまずちょっとどうなのかなと思ってジントニックですね。で当店のジントニックまずライムを4分の1入れるんですけれども、4分の1全部入れちゃうと邪魔やと思うんです。なので8分の1ずつこのバースプーンの背中を使ってこう唐揚げにレモンかけるときってお箸挟んでこうキュッキュッキュッと絞ったりしません？結構それができる女子はモテると思います。いや勝手にレモンかける女子ね、まあ、こうみんなね無理やすいです。で広げてあげますね、ライムを広げてあげてそのまま落とす。ジン冷蔵庫に入ってたんでそこまで溶きやすい必要もないんですけれども、一応まあライムとなじませるといいもので、この氷とグラスの隙間を探してやって、液体にジンに直接トニックウォーターを入れる。
ケッキーなんですけれども、これはレモンを使いますね。レモンを絞り入れて、まあ、レモンはこうね、柔らかいんで、唐揚げ、どうちゃらこうちゃら言いましたけど、まあ、レモンも柔らかいんでね、あの絞りやすいです。まあ、家飲みなんで、芯を。適量。氷は、まあ、できれば、コンビニとかでも100円ぐらいで、カチュアリ氷取ってると思うので、買ってやってくださいって。家やったら、こう、芯、冷やしてなくてもね、ここでこう冷やしてやるみたいな。炭酸。容量はジントニックと一緒です。だけでいいです。最後にジンをまた適量。グラスが大きいからってあんまり入れてダメです。氷を入れまして、野菜から。炭酸はそれでまあ同じ要領で、炭酸がぬるかったりすると結構こうじわ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 弾けたりするんですけれども、そういう時は一旦落ち着かせてからもう一回注いでやってください。でこいつも軽く。一応サイダーそもそも味がついてるんで、レモンとかライムあんまり入れずに最後にレモンピールを。家でもバーみたいな華やかな味のドリンクができると思います。はい、それでは飲んでいただきましょう。そう、愛する人、心強き、ゆうせよさんと呼んでます。そういうの言っていくか言いたい。まずね、本当にね、まあいろんなところがあるんで、まあバカにしてるわけじゃないんですけれども、これちょっと飲んでみてください。これ禁止くらい。いただきます。うん、よくある。でも確かに、あの三ツ矢サイダー割りでジンって、俺あんま飲んだことない気がするけど、まあ普通にうまいよね。うん、まあ想像で言うけどうまいと思う。確かに。まあ俺金ないんでバー行けないんですよ。完全に家飲みなんですけど。あのこういう俺バー一回行ったことあるか、ハブバー行ったことな。ハブバーしか行ったことねえ。でもハブバーうまかったな、普通に。だってハブバーあれいくらだっけ、値段すっげえ安いよな。ハブバーあれね、夕方の4時ぐらいに行くとすっげえ安いのよ。あれ200円ぐらいでジンジャーエール飲めるんだよ。ジンジャーエールでジントニック飲めるんだよ。マジですっげえ安いから。半額になってんだよね、確か。違ったっけ、なんかそんな感じしたけど。確かそんな感じだった気がするんだけどな。カフェ、あのね、ハブバーっていう HUB バーっていう、あの HUBって書いてあって、バーって書いてあるやつがあるんだけど、すんげえ安いのよね。あの普通にね、しかもすっげえおしゃれでね、あれが最強だと思うわ個人的に。ハブバーなんか半額セールみたいなのやってたよな。そうなんかね、ハッピーアワーっていうのがあってね、平日は17時から土日、祝日は16時からハッピーアワー実施中ってなってて、半額なんですよ。ほう、ほら、カクテル50種類以上半額190円からってなってて、ジントニックがなんと190円で、笑った。なんとですね、ジントニックが190円で飲めるんですよ。これすげえんだよな、マジで。マジですげえんだよな。で、マリブライムコーラとか半額240円。で、アメリカンレモネード半額。アブソリュートモスコも半額。他もね、30% オフとかになりますね。シャンディーガフとか。ザオリジナルハイボールとかね、 30% これすごいよな。で、ね、本当にジントニックがね普通にうまいんですよ。ああ、うん、俺バーで飲んだことね、しかもねないけどね、ただね、このハブバーっていうのがね、
ちょっとバーとして特殊で、いわゆるカウンター席じゃないんだよね。カウンター席っていうのがないんですよ、ハブバーって。だからあのカウンター席がないのよね。だからさ、あのヨーツベとかでよく見るカウンターでこうシャカシャカやってるようなの見れない。まあ見れはするんだけど、なんかその雰囲気的にさ、目の前でさこう見て、はいどうぞみたいな感じでかじゃってきてグッて飲むのがいいんだけど、それができないんですよ。でちょっと離れた位置になんかテーブル席みたいなのしかないんですよ、ね。まあそこが問題なんですけど、それしか問題ではないんだ。まあでもすごい美味しいです。まあ200円でね、あの飲めて、まあ俺ぐらいのレベルになると1000円で1000ベロできますからね。5杯頼めますから5杯頼みますか。僕はあんまり、結構長くなりましたね。甘さは、まあ、ほぼないでしょう。香りもほぼないでしょう。これはあんまりおすすめはせんな。まあどちらかというとやっぱ濃いめのやつはレモンの方が美味しいですね。はい、2223です。ご視聴ありがとうございました。